はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、国語辞典の活用術についてお話をしたいと思います。3年生の教科書に国語辞典が登場しますね。で、教科書ではですね、非常に丁寧に指導するようになっているんですが、私は結構大雑把なざっくりした感じで進めてしまいます。国語辞典というのは言葉がね、あいうえお順で並んでいますっていうようなことは教えます。で、そのくらい教えたらもうすぐに引かせるようにするんですね。例えば秋っていうふうに言ったら、子どもたち秋をバーッと引くっていうね、そういうふうな授業をしていました。で、まあ1時間はそんな形でやるんですけども、その日以降ですね、必ず国語の授業の最初数分使って、辞書引きをいつもさせていました。辞書引き競争ですね、をさせていました。で、大体1時間に2つぐらい言葉を出すんですけども、やり方はですね、例えば私が秋っていうふうに言いますね。で、言葉だけだと聞き間違える子がいるので、必ず黒板にも書くんですね。秋って書きます。そうすると子どもたちは一斉に辞書を引くんですね。で、辞書を引けた子はそこに丸をつけて、その言葉に丸をつけて立ち上がります。そうすると私が、はい、1番、2番、3番っていうふうに立った子にね、どんどん順位をつけていくんです。で、これで非常に盛り上がりますね。で、いつまで順位をこうつけていくかというとですね、これ制限時間を最初に言います。例えば90秒ね、1分30秒ぐらい。最初はそのくらいの時間を取ってあげてます。で、慣れてきたらだんだん減らしていくんですね。1分とかね。で、最終的に30秒で弾けるように鍛えていきます。で、私にね、1番、2番というふうに言われた子は座って、自分が弾いた辞書の意味を読んで待ってるというふうにさせておくといいですね。で、私の場合はですね、それを個人でやらせないで、席の隣の子同士のペアでやらせています。そうすると、例えば苦手な子はね、隣の子にちょっと助けてもらえながら弾くんですね。で、2人で見つけて、2人で丸したら2人で立ち上がるというふうにします。で、ペアで1番2番というふうに言ってあげるんですね。ただね、教えると言っても、例えば同じ国語辞典を持ってる場合はね、ページを教えちゃダメだよというふうに言ってます。こういうふうに弾くんだよっていうふうに教えてあげるのはいいからねというふうに言って、で、2人で協力しながら弾いて、で、立ち上がって順位を発表するという感じですね。で、2人で早く弾けた子たちはね、このハイタッチして喜んだりしていてね、結構な盛り上がりです。例えば制限時間をね、1分だとして、で、その1分以内に全員が、全部のペアが、見つけることができた場合はサービスでもう1問というふうにやってました。後半ね、慣れてくるとそんな場面も出てきます。で、最初はね、弾きやすいものを出してあげるとですね、例えば愛とかね、もう最初の方で見つかるようなやつですね。で、だんだんミャとかミュとかね、そういうのが入ったり、伸ばす音が入ったり、そういうものも出していくようにして、辞書引きに慣れさせるんですね。これ毎日必ずやるんです。国語の時間には必ずやるんですね。そうすると辞書を引くスピードもすごく速くなって、あとはね、何も言わなくても、例えば授業中とかにですね、わからない言葉が出た時にパッとこう引く子が出るんですね。で、それをね、すかさず見つけて褒めてください。あ、何々辞書引いてる、素晴らしいっていう風にやっていくと、何か分からないことがあるとね、辞書を引くクラスになっていくんですね。で、国語辞典なんですけども、一斉に指導するときは確かにみんな同じ辞書を持っていてくれた方がね、指導しやすいんですけども、でも最終的にはですね、いろんな辞書をみんなが持ってた方がいいんですね。例えば一つの言葉の意味をみんなが引いたとき、はい、じゃあ何々ちゃんの辞書は何て出てた、何々君の辞書は何て出てたというふうに、お互いのね、辞書の意味を比較もできるし、いろんな辞書のその言葉をね、聞くだけでもね、すごく勉強になりますので、そんな風になるべくね、みんなが違う辞書を持つような状態にした方がいいなというふうに私は思います。で、そんな風にですね、辞書を活用できるようになってくると、国語の授業だけではなくてね、社会科の授業なんかでも引くようになります。例えば調べ学習してる時に、あ、これはどういう意味なんだろうというふうにね、引くんですね。ですから結構社会科の授業でも活躍しましたね。あと国語辞典といえばですね、向山陽一先生の有名な実践があるんですね。多分知ってる方も多いと思うんですけども、国語辞典を作る人になったつもりでという実践があるんですよ。つまり自分が辞書を作る人になったつもりで、ある言葉の意味を書くという授業なんですね。で、向山先生はこの授業でですね、青いブルーですね、青という言葉の意味を子どもたちに書かせました。あと右とかね、猫とか先生、あと美、美しいの美ですね。そんなものをね、子供に書かせる授業をしてるんですね。これは向山先生の学級通信アチャラですね、これのナンバー6、これ4年生の授業なんですけども、すごく面白いですね。まあ、その後いろいろ展開はあると思うんですけども、辞書で書いた意味をね、黒板に全員書かせて、どれが一番、例えば青でしたら青の意味としていいのはどれかというね、話し合いをしても面白いですよね。で、自分で例えば青の意味を書いた後、じゃあ国語辞典では何て書いてあるか引いてごらんというふうに言って、実際の国語辞典で引かせて比較しても面白いですね。この授業をするときはまさにですね、みんなの持っている辞書が違う方が面白いんですね。特に2番目の右ですね、右という意味の説明
目、国語辞典にどういうふうに書いてあると思いますか？これね、辞典によって随分違うんですけども、面白いんですよね。で、子供たちも非常に面白いことを考えます。で、私はですね、それをさらに発展させて、国語辞典作文っていうのをね、書かせています。向山先生の国語辞典を作る人になったつもりでの授業の後に、必ず国語辞典作文っていうのを書かせてるんですね。まあ、どんな作文かというとですね、一つだけじゃ読んでみますね。例えばこんな作文です。青の意味を考える。まずは自分で予想してみる。青とは海のような色だと考える。次に国語辞典で調べてみる。次のように書いてあった。1、よく晴れた空のような色。2、青信号の略、安全進めの意、用例、青になってから渡ろう。3、まだ熟していないことを表す、用例、青臭い、青2歳。私の予想と国語辞典の意味を比べてみる。私の予想と1の意味は近かった。2や3はこのような使い方も確かにあると思った。まあこんな作文をね、書かせるんですね。この本に出ていますので、ぜひ持ってる方は見てみてください。小山先生もこの指導を4月にしてるんですよね。結構早い時期にやっている授業なんですが、私もね、4月にこの授業をして、この国語辞典作文の書き方をいつも教えています。はい、よかったら見てみてくださいね。で、国語辞典だけじゃなくてですね、漢字辞典ありますね。漢字辞典も同じように扱うことができますよね。先生が漢字を書いて、黒板にね、何か漢字を書いて、それを早く引いた子がね、立って、まあ、1番2番ってやっとくやり方ですね。それもできますね、漢字辞典でもね。漢字辞典の場合はですね、作品が3つありますよね。部首作品と双角作品と音訓作品ですね。なので、これは例えば今日は音訓作品縛りとかね、そういうやり方もできますし、あとこう競争なんかもさせることができるかもしれませんね。一人ずつ立たせて、どっちが早く弾けるか、じゃあこっちは部首作品でやってみよう、こっちは音訓作品でやってみようね。部首対音訓の対決みたいな、そんなことも面白いかなって。やったことはないんですけどね、ちょっと今思いついて言ってみました。あとですね、漢字については結構動画を私上げてるんですけども、例えば人気があるところで言うと、漢字ピラミッド、この辺出ますかね。漢字ピラミッドっていうのがあるんですけども、これも緩和辞典を使いながらやっていくとね、また盛り上がると思うんですよね。まあ漢字ピラミッドの場合は最初は自分で考えさせた方がいいんですけどもね、だんだん後半に行ったらですね、漢字辞典使ってみるのかなというふうに思いますね。国語辞典の話に戻るんですけども、習うより慣れろでね、どんどんもう聞かせる体験を積ませるのが一番ですね。それも少し競争を入れたりね、ゲーム化したりして、こう楽しく聞かせられたら一番いいかなというふうに思うんですね。まあ、そういう意味では先ほど紹介したね、辞書引き競争だとか、あと向山先生の国語辞典を作る人になったつもりでというね、実践はね、特におすすめですので、ぜひ参考にしてください。あ、それとね、一つ大事なこと、国語辞典っていうのはね、すぐに出せるところにいつも置いとかなきゃいけないんですね。よくね、国語辞典を教室の後ろのロッカーにしまわせてる先生いるんですけど、あれだとね、日常的に使えないんですよね。使いたいって時パッと授業中出せるようにしといた方がいいので、私の場合はですね、いつもこうちょっと国語辞典がちょうど入るようなちっちゃなバッグありますよね。ちっちゃなバッグにこう入れて、横にかけさせておきました。まあ多少ね、使い運ぶ時にね、少し重くなるんですけども、まあ、日常的に使っていたので、必ず机の横にかけるようにさせていました。今日の動画が良かったなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。またコメントや、高評価、待ってますので、どうぞよろしくお願いします。最後まで動画を見ていただきまして、今回もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。